これクラウドさんのハンカチなんだよな。ダメだ、このハンカチは誰にも渡さねなんてことを。え。あ、逃げたわ。ブーフェイクでした。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。クラウドです。24、続きですね、やっていきましょう。前回はヨモからですね。ちょっと進めないとね。クラウドから借りたハンカチでハンカチを落とすことになった王子たち。まさかこの年でハンカチを落とすことになるとは。君にそれを言われたから僕の立場はどうなるんだ。ブツブツ言う王子たちの中、奏が首をかしげた。一つお聞きしてもよろしいですか？なんだよ。ハンカチ落としとは何ですか？おい。ウォン、ちゃんと説明しとけ。奏、ハンカチ落としというのはな。説明を聞いた奏が瞳を交わすって固めた。なるほど。わかりました。面白そうですね。ったく、始まる前からどっと疲れるぜ。円を描いて体育座りする王子たちを生徒たちがひそひそしながら通り過ぎていく。早く始めましょう。んじゃ、俺が鬼な。ハンカチを持った竜が王子たちの後ろをゆっくりと回る。後ろですっと腰を落とした。そこだ。ブーフェイクでした。まんまと光った京一郎に竜が楽しげな笑みを浮かべて。なんてことだ。誰にしようかな。ようやく浮かれたことに気づいた光輝は慌てて立ち上がった。気づくの遅え。たくや。くそ。ダッシュする竜に追いつけず、光輝が示談、ん？なんだこれ。なんて読むんだろう。踏む。次は光輝が鬼か。ハンカチを握りしめな光輝を王子たちは後ろを回り始めた。しかし、いつまで経ってもハンカチを落とさない。しびれを切らした隼人が振り向いて、隼人じゃないか。おい、早くやれよ。これ、クラウドさんのハンカチなんだよな。ダメだ、このハンカチは誰にも渡さねなんてことを。え。あ、逃げたわ。お待ちなさい。全速力で逃げる皇居は全員で慌てて追いかけた。ドドドと探しようと所に、調理室にいたクラウドが顔を上げる。なんだろう。次のプログラムで王子たちは筋トレルームに移動してきた。気が進まないな。浮かない顔をしていたら、なんだっけ、この人の名前なんだっけ、松田君でいいや、もう。僕はあえて筋肉はつけすぎないようにしてるんだ。だね。同じく、あんまり厳しくなりすぎても、モテから遠ざかるしな。お頼みがブツブツ言ってると、パチリと扇子を閉じる音がした。おやおや。不甲斐ない。ふふ。ここは私の出番のようですね。へえ、自信たっぷりじゃん。王子様も厳しくらい、日々鍛えている私に資格はありません。スザク君、勝負。すると、なぜか横にいた、もう、拳を鳴らした。うっす。面白い。力自慢な俺だって負けねえぞ。まったく。誰があなたに勝負を申し込んでいますか。ヤンキーは引っ込んでいなさい。勝ったやつから好きなおにぎりを呼べるっていうのはどうだ。はあ。くだらない。そんなことで僕と須崎君の勝負を邪魔しな。そうですね。いいですね。ふふ。実は先ほど綱山に心を惹かれている自分がいるのです。は？ふざけんなよ、角前は俺のもんだ。ですから勝負です。受けて立つ。なんと。ちょっと須崎君。金と皇輝の間に慌てて綾小路が割って入る。かくして第3の課題、ベンチプレスの対決が始まったのだった。
なんかあるんだね、イベントが。さあ、私がお相手しましょう。さあ、来た。筋トレ。目指せ鉄壁、ブロンドマッシュロード。さあ、参りましょう。 OK。 しゃ。さあ、参りましょう。さあ、参ります。レッツゴー。レッツゴー。あ、分かった、今、あ、そういうことか。これでパートナーと属性のいいやつ、ちょっと、あ、そういうことね、いいやつを選ぶのね。さあ、行きましょう。組み合わせ重要だな、やっぱこれでも。そういうことか、パンツとのあれか。さあ、参りましょう。特定のイベントとかねえのかな、このキャラで発生する。多分さあ、参ります。さあ、参りましょう。しゃ。レッツゴー。レッツゴー。絶対勝つ。頑張れ北斗。It's party time。It's party time。僕に歯向かったこと、後悔してもらいましょうか。来た来た来た。It's party time。 俺がナンバーワンになってやる。ケケケケ。さあ、どうぞかかってきてもらいましょう。目指せ鉄壁、ブロンドマッシュロード。ありがとうございます。おし、オッケーオッケーオッケー。メンディー、メンディーが上がった。4%だ。練習終了。